アキレウスは退屈していた。不穏に満ちた異界に呼ばれたにもかかわらず、戦場に出る機会に恵まれなかったからである。憤懣やる方ないアキレウスは、神々の王たるゼウスのもとを訪れると激しく苦情を申し立てた。希望を叶えなければ敵に寝返らないとも限らない。そこでゼウスはアキレウスの不満を解消するため、神々の王たる権限を行使するのだった。父上からのことづてだ。お前たちに戦場を用意したから、戦支度をしてすぐに来いとのことだ。ふん、ゼウスが自ら俺の相手をしてくれるとでも言うのか。父上自身が戦うのは構わない。それをアテナが手伝うのもな。だが、なぜこの俺まで巻き込まれねばならんのだ。お前が身の程もわきまえず神と戦いたいなどと言うから、父上が面白がってこんなことに。ほう、オリュンポスの山中が相手とは、この俺にふさわしい戦いになりそうだ。あの、その戦いには私たちも参加するのでしょうか。そうだ、オリンポスの神と戦う機会などそうないだろう。父上の気まぐれに感謝することだな。わかりました。ですが、やるからには手は抜きません。たとえ模擬戦だろうと全力で戦い抜きます。神と修行ができる機会など滅多にない。存分に楽しませてもらおう。お前たちの有り余る力、存分に発揮するがよい。互いの治癒を競い、次なる対戦の糧とするのだ。オリュンポスの神々が相手とは面白い。この戦に勝利すれば、最高の栄誉を手にできような。アキレウスさんは前しか見ていない様子。味方の本陣に落とされないよう私が注意しなくては。どうなの、バナリューだったか。一気に本陣を落とした。勝負を決めてやる。進め。軍神アルスの軍勢ならば弱兵ではあるまい。開戦早々楽しめそうだ。力、そうだ、それでいい。敵の袋をもっと積み上げてやれ。勝手な真似はさせん。触れてやるわけにはいかない。アキレウスは止まらない。いい、この俺が直々に相手をしてやる。この時を待ちわびていたぞ、アレス。お前を倒し、俺の力が軍神にも勝ると証明してやる。ほう、随分と大口を叩くな。いいだろう、受けて立つ。勇ましき敵か。一瞬は飛び出せないように目立ちやがって。負けてらんねえ。俺らの勢い見せつけるぞ。
これ以上やり合うと互いに無事では済むまい。ここは勝ちを譲ってやるとしよう。ぬるいわアレス、なぜ殺す気で戦わん。この程度では暇つぶしにもならんぞ。さあ先に出してやろう。小兵も術の秘策を整えておくとしよう。敵が何か仕掛けてくるようですね。ここは私が食い止めます。信が討ち取った。信じておった。嘘だ、俺が負けるなんて。みなさすがの働きである。ゼウスよ、この俺を舐めているのか。こんなくだらん戦いで何を得られるというのだ。それぞれよ。まったく、どこまでもそんなやつよ。ならば次はこれでどうだ。もうよし。ゼウスに俺の声が届いたらしい。あの怪物ならば倒しがいがありそうだ。そこを通りたければ私に力を示せ。遠慮は一切無用だ。全力でかかってこい。見事だ。ここを通るがいい。打ち取った。そうだ、それでいい。敵の骸をもっと積み上げてやれ。この攻めは必然、そう思わないかね。石破だ。敵本陣を狙うぞ。味方の本陣が危ういみたい。戻って守らなければ。なかなか楽しめたな。俺の勝ちだ。邪魔をさせる。ごめんなさい、集大さん。邪魔をするのが今の私の役割なのです。この愛となったか。我が同日の神髄見せてやるとしよう。止められなかった。でもまだ私にもできることがあるはず。敵の隙をつく。おしまいにするわ。お手柔らかに。俺が行こう。無理はするのか。開けろ。大眼楽。えいや。強いのね。これ以上の無茶はしないわ。なあ、こっちにも敵が来たのか。相手してやるしかないよな。西畑の敵陣貫くべし。なあ、なんでそんなに真面目なんだよ。模擬戦だろ。気楽に行こうぜ。鍛錬で勝つ者は真剣勝負で勝てるとは限らん。だが鍛錬で負ける者は真剣勝負でも負ける。必ずな。信じておった。この辺で終わりにさせてくれよな。あとは誰かがやってくれるだろう。ごめん。期待以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。影の遠兵剣山、混沌の底よ、天狗に水産。
手に不足なし。参る。我らの勢い見せつける。よせ。手合わせ願おう。破壊してやる。参る。この天井、俺が混沌に乗り込んだ。本陣は救われました。あとは光ある勝利に向けて進むのみです。小生を倒すつもりかね。その真を正さねばならんな。素晴らしい戦術です。思わず引き込まれてしまいました。この思いの力、見事よ。敗者は潔く退場しよう。敗北というのもなかなか。またお前と戦える時が楽しみだ。本当に引き込んでいる。俺が出る。俺が行こう。凡族の手にはなせぬ異形よ。期待以上の働き、見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。風は切れ、風は止む。いい勝負ができた。感謝する。君らしてやろう。自分にどっさり力負けするなって。ここは私が出るしかなさそう。剛力戦、いざ参るぞ。圧倒的な力。そうだ、それでいい。敵
のぬくろをもっと積み上げてやれ。ここまでたどり着いた。お前たちの前線に報い、わし自ら相手をしよう。胸をお借りします。俺たちが決める番だ。よし、神々の王よ、俺を侮れば怪我では済まんぞ。その威風ごと両断すべし。この戦いを通して技に磨きがかかったようだ。実に見事であったぞ。来たるオーディンとの決戦でもその力大いに発揮してもらいたい。皆実に見事であった。わしも神としての誇りを示すため力を尽くしたが、切られぬよう振る舞うのが精一杯であったぞ。心にもない軽口を叩きおって、貴様は全力など出してはいまい。もし本当に神々の王があの程度ならば、すぐにでも俺が取って代わってやる。ではわしは王の座を奪われぬよう気をつけねばな。だが付き合ってくれたことには感謝する。パトロクロスにいい土産話ができた。しばらくはおとなしくしておいてやってもいい。すごい、あのアキレウスさんが悔い改めるなんて。おい女、何を勘違いしている。この俺が何を悔いて何を改める必要があるのだ。いえ、そのゼウス、できるだけ早くアキレウスを戦場にやってくれ。面倒だ。善処しよう。元気がありすぎるのも困ったものよ。浮かれず。油断はできない。うまくいっているな。疲れてそうな奴らを作る。